あと、おはようさん。おはよう。あ、頑張って遅刻しないように。おはよう。ね、1周年。あと4日だ。せいやんさん、すずらん、ありがとう。おはよう。バンザラモンスターさん、ググー。ありがとう。おはよう。おはよう。リオさん、かわいい。ありがとう。早める。楽しまってて。ありがとう。なおずさん、ハート、ありがとう。あくびが止まる。首が止まらない。おはよう。ね、楽しみだね。福山が、土曜日、福山が待ってる。 福山お話し会が迫ってきてるよね。今週末、あともうちょっと山を話し会。おはよう。あとね、お話し会も再販が今日の1時までです。今日のお昼の1時までなのでお待ちしてます。5月27と8が今回は最後の受付になります。待ってるね。私のプロフィールの、配信のプロフィールのところからも申し込みできるけん、待ってます。おはよう。福山あずみんにある町、ある町、うん、ありますね。生まれたところです。私が福山、福山で生まれたろ。おはよう。あ、尾道か。え、してほしい。尾道ね、近いというか、もう、うん、すぐ行けるよみたいな場所だから。尾道、福山と尾道って近いんですよ。隣かな。だからぜひぜひ尾道観光してほしいけど、雨降りそうなんですよね、週末だから。せっかくなのに。
くの週末ね、でっかく福山でこの機会なのに、なんだ怖い怖いイメージ本当優しいことに期待して、お、ありがとう再販嬉しいそうかおはよう、私は黒の道ありがとう。え、そうなんよね、車で1時間ぐらい、うん、電車とかだと 3,4 時間かかっちゃう、電車ね、新幹線とかじゃないけど電車だと3時間かな、一回行ったことある電車で、電車結構かかるんだよね、車だと1時間ぐらいの距離です。おはよう、うん、豆っぽい、おはよう、毎度断念してる？そっか、なかなかね、ちょっと遠いよね、うん、めっちゃ近いってわけじゃない、だからなんか高校生ぐらいの時はいい感じの遠出する場所みたいな感じでした、尾道が。宮島の方がさ近い、近場じゃん、どっちかというとね、広島市内から考えると宮島の方がこう近場だから、そう近場、尾道の方が3時間、電車で3時間か、3時間ちょっとぐらいの場所だから、だからちょっとした遠出で尾道選んで行きがちでしたね、周りも。そう、朝だから近いよ、つけてないからコンタクト。おい、急ぎダッシュ、頑張って朝、何かあったのか遅刻気をつけてね、おはよう。そう、車運転してない、本当にやばいやばいですよ、もうちょっと撮るタイミングミスっちゃったかなと思うけど、まあまあ、でも多分あのタイミングで撮らないと一生撮ってなかったと思うから、まあよかったのか、うん、でもなんかやばい、乗らなくなりそうで怖いですね。でもお母さんにはなんか、でも撮ったのは撮ったんだから、なんか少々乗らなくなっても一回乗れたものには乗れるよ絶対っていう感じって言われましたそう、一回乗れたものには時が経っても多分どうせ乗れるから、まあ撮れたんだからとりあえずは、とりあえずはいいじゃないの、そう話した。でも怖いですよ、ま、なんか将来を考えるっていうか、今後の人生的にはあった方が便利なこと、あって損はないから、持っててね、免許持ってて損はないから。リア君ハートありがとう、出て損はないので、まあ取れてよかったじゃないのって言われました。宮島え、ね、楽だよね宮島ね、そう、あん、そう、そう、この道の方が透明、
おはよう。そうなんですよ、引っ越しちゃったから。そうなんですよね、お家に帰らないと車乗れない。てバネなっちゃいそうで本当に怖い怖いよ。おはよう。ペーパーなっちゃいそうだよね。なかなママミンなかなか、そう結構楽観的、なんか楽観的、うん、大丈夫大丈夫って感じです。マインドが。おはよう。当分広島には近づけばって私が運転してるかもしれないからそれはなんか、いや運転多分当分しないので近づいてきてくださいおはよう。レンタカーね、レンタカーなんかね怖いよね。家の車そんなにまださ、そのなんて言うんだろう、教習の車に乗ってて、教習の車じゃないのに乗ったのが家の車が初めてで、でなんかだからなんかだと教習の車にちょっと似てるんですよね、家の車の仕様が、なんか作りが似てて、だからちょっと割とこうのすんなり乗れたというか、家の車も。でもだからもう家の車以外乗れない、怖くて運転できない今の感じだと。レンタカーとか、レンタカーで運転とかも練習とかもできないことないけど、ちょっと怖いんだよね、怖いんですよね。おはよう。ペッタラポッタラまた食べに、来てよ。美味しかったよね、美味しかった。私も宮島行きたいな。おはよう、お仕事行ってらっしゃい。体が覚えてるかな。おはよう、ありがとう。そう、慣れてない車だからちょっと怖い。教習所に通ったことないけど学校は楽しいの？楽しくはないよ普通楽しくはない普通に車習いに行くだけです。うん、そんなに楽しくはなく、楽しいって何なんだろう。わーい、今日は教習所だ、ウキウキみたいなのはなかったかも当たり前か。おはよう。でもなんかね、学科の授業がオンラインでも、オンラインもあったんですよ。ちょうどコロナの時期だったからオンライン授業みたいな感じのが開設されてて、だからあの行って授業も受けれるけど家でオンラインでもいいですよみたいな感じのだったから、オンラインを選択してたのね。だから本当に教習所行くのは乗りに行く時ぐらいで、だからなんか体感あんまり行ってない、行ってたけどめっちゃずっと行ってた記憶ないんだよね。学科は家で受けれたから。めっちゃ行ってない。なんか体感めっちゃ行ってたって感じであんまりしないんですよね。おはよう。昔からおじいさんかわいい、ありがとう。
キウキの教習所行ってたの。そうなんだ、いいやん。いいですね、ウッキウキ。そっか、こう学校と違うから。そう、友達と一緒になんか教習所入って一緒に撮るとかだったらね、ウッキウキで楽しかったかもしれないけど、そういうわけでもなかったから私。うん、全然知らない人たちばっかりだーって感じだったから。そう、あ、福山の話会楽しみだね。私も楽しみ。あとちょっとだよ、福山ね。あ、スタバの新作なんだ今日。なんだろう、何のスタバの新作なんだろう。もりもりさんバラありがとう。つのさんバラありがとう。そうオンラインだったの。そう、もうみんなにも言われた、お姉ちゃんとかにもめっちゃ楽やんって、めっちゃ楽じゃんって言われました。でも確かに、うん、楽だったかも。あ、寝落ちちゃったの。自分もよくやったまにやるな、寝落ちちゃう。髪乾かさずに寝落ちするっていう。ちょっとね、もう髪の毛乾かさなかったら次の日めっちゃ後悔しちゃうし、風邪ひいちゃう。でも後悔のが大きいな、寝癖がすごくて。よくやっちゃうんですね、髪乾かさずに寝落ちしちゃうってやつ。よくやるな、本当に。泣いちゃうからめっちゃ気をつけてる。髪の毛だけは乾かさず寝るやつ。おはよう。確かに、でも乗りに行くのは楽しかったかも。うん、乗るのはね、楽しかったですね。乗ってる時、ともちさんレインボースターありがとう。あ、いちごなんだ。え、絶対美味しい。いちご調べてみよう後で。いちごなんだね。飲みたい。え、期間めっちゃ長い。ストロベリー、ともちさんありがとう。ありがとう。え、自衛隊所属してたっけ。え、すごい、自衛隊いたの、すごい。小型免許、小型免許すごい。おはよう。なんか大型ってさ、大型車あんまり乗ることないじゃん。なんか私が一番最後のテストだったかな。なんか外でテストの外の実技の試験の時、一番最後のテストだ、一番最後の卒業試験みたいな実技のやつ時に、トラックの免許を取る人
と一緒だったんですよ、そのタイミングがね。でなんかその運転する人と受験する運転する人と先生ともう一人後ろになんかそれを見る人みたいなが絶対乗ってなきゃいけなくて、で代わる代わるその運転したらそのなんか、うん、その運転を見届ける人みたいな感じので、後ろに絶対乗らなきゃいけなかったので、そのトラックを大型の免許取る人と自分一緒だったから、初めて大型免許、大型免許、中型免許だなんかわかんないけど、めっちゃ大きいやつに乗ってなんかワクワクした覚えがあります。あんまり乗らないじゃん大きい車って、の女子なんか後ろらへんに乗って、そう楽しかった。うん、トラックの初めて乗ったトラック。ナオズさん、スズランありがとう。ヘイブツさん、バラありがとう。そう、うん、トラックだったかな、中型ぐらいのやつだったかな、なんかそんなんだった。準中型違うかも、わかんないけど。そう、私しなんかね、人数的に私しかいなかったのかな、わかんないけど、なんかこっちに来てくださいって言われて、運転終わった後に行ってこれに乗ってくださいって乗らされて、そう揺れながら見届けてました。でもめっちゃ天気いい日で、その日なんか眠たくなっちゃって乗りながら見届け人なので、もう起きてなきゃいけないと思って、起きてたんだけどめっちゃ眠たかった、揺られながら。自分も試験終わった後でふーってしてたので。ギズモさん、レインボースターありがとう。そう、ポカポカしてね、あんまなかなか乗らないよねトラックって、機会がないと。おはよう。ああ、大型かな、大型だったのかな、大型免許と間違えられて、いや間違えられてないって違う人足りんかったの多分、分からんけど、みんなに乗っていって途中で運転か。ああ、うん、分かんない、おはよう。あ、大型二種免許はガチのバスで教習。え？じゃあ大型じゃないわ。もうバスには乗ってないわ。なんかでも後ろに荷台乗せれそうな。後ろ座席もあるようなやつでした。大きめの。
お仕事行ってらっしゃい。いや、あずみんは運転してないよ、大型。持ってない免許。持ってないです。できない、できない。大型だ。かっこよすぎじゃろ。こうやって切って。運転したら、私。そう、レアレア体験。あ、行ってらっしゃい。お仕事。おはよう。ねえ。準中か中型じゃない？な、うん、かもしれん。そんな感じ。気がする。おはよう。いや、足も手も届かんかも。トラック、わかんない。いや、私、想像したら面白いよね。私がトラック乗ってる。乗り回してる。バスとか。あずみんは A 型ですね。おはよう。確かに内輪差とか難しそう。わかる。難しそうだよね。後ろよく見えんもんね。ねえ、すごいよ。運転席から、いや前は見えるよ。前は見えますよ。さすがにトラック乗っても運転席から前は見える。おはよう。ねえ、難しそう。でも運転するの、お腹できたっけ。そんなドラマがあるんだ。すごい。昔かな。ひげじしんちゃん先生さん、すずらん、ありがとう。ミラついてる。いっぱいね。前らへんに2個、3個、めっちゃついてるね。バスとか。もう、みんな。失礼な朝から。身長いじりが。おはよう。すごい。まあ、でもできたらかっこいいよね、絶対。かっこいいけど。かっこいいけど、あずみん取らないな、多分。いや、椅子乗ったら椅子から顔は出ますよ、私。トラックでも椅子から顔は出ますよ。そんな顔出ないことないですよ。椅子乗っても。ド M じゃない。ね、しんじさん、ハートありがとう。
地震？嘘？本当？どこだろう？今日？今さっき？すぐには取れんよ。あ、物理的に取れないのか。そうなんだ、2年。そうなんだ。あ、普通をまず乗れるようになってからってことかな。そっか。あ、北陸？そうなんだ。この前ね、結構あれだったよね。おはよう。あ、座席意外と低いんだ。じゃあもしかして私の顔が前出ないも全然ありえるの。ありえたりするのかな。まあ、でも女の女性の方でねいるもんね、運転されてる方もいっぱい。乗ろうと思ったら乗ろうと思ったら乗れるかもしれない。ね、そうですよ。って電車乗ってみて乗らん乗らんよどうするんそれ。だって周りから見たら全然小学生じゃなく見られてて、あの子なんか大きい子がランドセル背負ってるわと思われたらどうするのよ。そんなさすがに外でランドセルは背負えません、気持ち的に。ねえ、ね、かっこいいのはかっこいいよね。大型車運転できたらね。おはよう。あれ、めっちゃ下行っちゃった。コメント。いけないよ。流行りでもいけん。おしゃれもいけんけん。いけないですよ。ハードめないじり送ってるのか。いや、ほんとに。なんで？今日何？今日いじりの日？なんか、朝から。朝からランドセルとか。ねえ、企画どうなんかね、私のランドセルってどうなんだろう。世間的にいけるものなのかな、私のランドセルって。わかんないよ。お仕事いってらっしゃい。小学生に見えるのかな、小学生に見えるのかな、私って。いけるのかな、小学生ですって言ってもいけるものなのかな。おはよう。
いけるの？本当に？私はいけないと思う。自分ではさすがに小学生は無理だと思う。高校生はいけると思うよ。高校生はいけると思うし、いけると思うけど、中学生、でも小中は無理だと自分は思うけど、いけるのかな。そう、世間的にっていうか、みんなはいけると思ってるんでしょ。みんなはいけるって思ってても、そう、道歩いてていけるのかどうか、そういうお店とか、お店っていうか、なんか電車とかテーマパークとか、そういうところで小学生ですとか言ってもいけるのかな。あー、ツインテールしたら、そうか、いけるかな。いや、いけないよ。いけないって、私いけないよ。いけないと思うけどな、小学生ツインってしたらいける。あ、5月15日、小屋住みいるの、いるよ、います、います。四国とオープニングアクト出る。ナビがランドセル、安住がランドセルの小学生よね。ほんまに。ほんとに。身長あるじゃろ。身長あるよ。身長的にはね、いけるかもしれないけど。まあでも確かに最近の小学生あれだもんね、大人びてる、感じする、めちゃめちゃ。中学校の制服ってないよ、もうないです、中学校の制服。あー、ノーメイクで髪型して、ともちさん、ありがとう、ありがとう。黄色い帽子かぶれば、すっぴんに黄色いけるかな。いけたら、いや、嬉しくはないかな。複雑、いけるんだっていうのと、なんか複雑だなって複雑ですね、なんか気持ち複雑。いけても、ねえ、でも大人っぽいよね。中学生、高校生、高校生はいけるな、いけると思う、普通にしてても。高校生は全然、やっほ。お酒ね、まだ買ったことないんですよね、お店とかで。だけ年賀はまだされたことない。ノアピ13はね、私もなんか信じてないもん。いやー、毎回13っていう字面をノアピの口から聞くと、いつも毎回
13かって思ってしまう。すごいびっくりだよね。全員がびっくりすると思うのは、ピ13歳には。見えないよ、私も見えないもん。私も見えないと思う、思ってる。本当に観光潜入できるかな。あ、制服ディズニー。なんで制服ディズニーね、やったことないんだよな。やったことないから、やってみたい欲はすごくある。制服ディズニーやってくれる人探してますね。いない、やってくれる友達。さすがに高校時代の同級生は制服ディズニーは多分もう一緒にしてくれないです。今になって二十歳超えてさすがにね。マサトローさん、あ、カーネーションありがとう。ねえ、見えないよね。でもね、私も見えないもん。あずみ20歳も、あ、でもそれもね、びっくりされる。二十歳ですって言ったら、二十歳なの？そう。ともちさん、ハート、ありがとう。どうなんだろう。あ、でも私もわかんないんだよね。二十歳ですって言って、二十歳なの？って言って、びっくりされるのが、な、嬉しいことなのか、嬉しくないことなのかわかんない。もう分かんなくなってきた最近。おはよう。制服ジブリ制服ジブリ、あ、でもジブリの方が、あ、どうだろう、なんかちょっとレトロの制服着ていきたいな。ジブリ制服ジブリならねえ、20歳だよ。二十歳ですよ、あずみ。あずみ二十歳なんだから。おはよう。あ、同期でみんなでね。確かに。みんなは制服現役。確かに25ぐらい過ぎてから言われたら嬉しくはなりそうでもあるけど、今は20歳ってなる20歳ってなるかもしれない。私の5年後想像できないね。どんな感じでも変わんないかな。30歳とかどんな感じになってるんだろう。あんまり変わってない気がする。どうなんだろうね。ゆずきちさん、バラありがとう。くるあいさん、ハートありがとう。ちょっと古く、嬉しい、見つける、ありがとうね。見つけます
ね、25歳変わってない気がする。私も25歳の私想像つかないな。25歳の私ってねえ、お父さんとか変わらんのですよ。お父さんも本当にね変わらない人で、顔とかが、なんかお母さんと結婚式とかの写真とか出てきてしてもまんま20年ぐらい経っててもまんまなんです。顔がもう昨日ぐらい本当に本当に昨日は言い過ぎだけど1年前か、まあでも昨日って言っても今ぐらい本当に変わらんないよ。お母さんは、お母さんもやっぱり変化はあるけど、リオさん、スズラン、ありがとう。お父さんはマジ変わんなくて、髪型ぐらい変わってるの。顔はほんと変わんないの。うん。じゃけん、どういう、童顔？なん、若い顔なんかな、ずっと。そうなんだろう。そう。だから私もあんまり変わらないか、変わらないのかもしれない。現役アザタイル、うん、やってるよ。やってると思う。あ、メイクとかね、確かに。そういうの上手くなってたらいいな、25歳の自分。お酒めっちゃ飲むんだけどね、お父さん。本当に変わんないの。体型も多分変わってないのかな、わかんない。顔だけ見るとマジで変わった。顔の形というか、ここもう変わってないし、顔も本当に変化ない。一緒一緒なんですよね。あ、リアルアナスカに近いと、お、本当？楽しみ、福山楽しみだ。早く話したいね早く話したい。何やちそんな吹けないみたいな分かんない、もらってるのかな、知らないところで。お腹ね、お腹出てんのかな、あんまり見たことないよ。でもなんか健康診断行ったらビールはもう控えましょうって言われたよみたいなこと言いながらビール飲んでたから、結構の、うん、飲んでる方ではあるのかもしれない。そう、顔が変わってない。体型は変わってるんかもしれんけど、顔は本当に変わってない。写真見る感じ全然変わってませんでした。実際で若く見られるのと年上に見られるならどっちがいい？どっちだろう。今はちょっと年上に見られ、年上っていうかなんか大人っぽく見られるとやっぱり嬉しいなとは思うけど、時が経つと逆になるかもしれない。おはよう。白髪はある今。そういう変化はしてるんだよ。うん、ちょっとだけまばらにある感じだけど、
でもあんまり変わらないかもしれない。お母さんもめっちゃ変わってるわけじゃない。うん。って思う。お母さん。そんなに変わんないのかも。あ、秋元さん、え、嬉しい楽しみ、本当に楽しみだね、福山。リアル、リアル楽しみ。よし、でもそうそう、壇上読もうかな。13位ももんがさん、ありがとう。12位ももまるくん、ありがとう。11位たかさん、ありがとう。10位ロボリンさん、ありがとう。9位ならにしさん、ありがとう。8位つのさん、ありがとう。7位ゆずきちさん、ありがとう。6位りもさん、ありがとう。5位とちゃんぼやさん、ありがとう。4位みきお先生さん、ありがとう。3位まさたろうさん、ありがとう。2位なおずさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバン、もりもりさん、ありがとう、ありがとう、ありがとね。よし、じゃあ夜ありする、うん、またお知らせします。ありがとうございました。じゃあねえねえあずみんで終わります。せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ、いってらっしゃい、頑張ってね、いってらっしゃい、バイバーイ。